富岡定康から1917年7月1日は、日本の海軍軍人、家族。最終階級は、海軍中将、男爵。品の国松大城下万馬町に、松代藩解剖隊隊長、富岡総三郎定地の長男として生まれる。藩校文部学校を経て、1876年9月、海軍兵学寮を主席卒業。 1878年まで、イギリス海軍戦艦、オーディシャスに乗り組み、海兵教授、艦政局兵器課、英仏派遣、造兵監督官、海軍大学校教官などを歴任。日清戦争では、五福島副長として参戦。さらに、立田艦長、海軍兵学校教頭、役も艦長、四季島艦長、軍令部第一局長を経て、1903年7月、 海軍少将に進級。日露戦争においては、早期改戦を求める山田炎次郎、秋山正幸ら小月会の一員であった。戦中は海軍兵学校長を務める。その後、練習艦隊司令官を務め、1907年3月海軍中将となり、武式季洋部司令官、旅順陳府長官を務め、1911年12月予備役に編入された。 1914年11月5日、交尾役となる。1914年から1917年まで、帝国在京軍人会副会長を務める。1907年9月、男爵を助爵主家族となる。ありがとうございます。